す。宮田です。今日はですね、めっちゃ雪降ってます。あのタガのね、ちょっと待って、髪の毛がゴーボロにはまりついとって、めっちゃ雪降ってんすよ今。今名神のね、タガのサービスエリアに来てるんですけどね、お腹が減って昼時やからちょっとファミマにちょっとね飯買いに行こうかなと思って。すごいですよこの雪。これ蹴ったらほら、あ崩れた。ね。あんまりこんなんやったらまた靴汚れるわ俺。せっかく新しい靴買ったばっかりやのに。ブルドーザー止まってるわ。すごいな。雪かきやな。除雪車。こんなんないね。よし。おっ。ね、あんまり打つ人はね、またモザイクかけらなあかんから、この辺でちょっと止めとこうかなと思ってね。もう見てこの雪。すごいよ、この雪が。ねえ。すごいな、これは雪が積もりそうですね、ほんまに。さすがにこれあんまり人歩いてないですね、はあ、いや久々に来たわ、高野ね。ああ吉野家食いたいけど今日な、そんなにな。ファミマ。今年初雪ちゃう、こんだけ。ファミマ行こう。雪積もってるわ。タガに来てます、ウェイ。変なテンション。はい、トラックにね戻ってきました。今日ちょっとね、あの横乗りっていうことでね、新人さんにちょっとあのトレーラーの指導とか、お仕事の内容を教えたりとか、そういったので、まあ、あの助手席の方にね僕今日乗ってます。はい、お腹減ったんでちょっとハラミね、いつもの大きなおにぎりと、ピンクのモンスターね、そして、アメリカンドッグを買ってきました。さっき岐阜の方走ってたんですけど、めっちゃ晴れとったんですよね。ただこの滋賀の方に来たのでね、もう一気に豹変したっていうかね、もうさっき見てもうた通りのいきなり吹雪のような雪が降ってきてね、ほんま焦りました。1時間走っただけでこんだけ変わるんやなって、俺ってほんま長距離トレーラーの運転手やなって実感しました。よろしくどうぞ。はい、今日の僕のねお昼ご飯はアメリカンドッグが僕のお昼ご飯です。また太るな。砂糖に小麦粉ね、絶対あかん、揚げ物やし。めっちゃ美味しい。甘さがええよね、めっちゃ、やば、めっちゃうまいやんこれ。うまっ。あったまる。はい、どうもどうも、宮田です。おはようございます。どうも。今日はですね、会社の近くにある手作り弁当ジャンボというところにね、お弁当を買いに行ってきました。まあ以前もね、1回行って、で、昨日夜買いに行って2回目、今日でもう3回目になります。はい。で、その手作り弁当ジャンボさんなんですけども、もう揚げたてで、もうとんかつがね、もう僕大好きなんですけど、とんかつの中身の、そのなんて言うたらいいんですか、豚肉のあの柔らかいの、パサパサじゃなくて、もうめっちゃ甘くてジューシーで、むにゃって、もう最高です。まあ、今日はね、とんかつ弁当じゃなくて、ミックスフライ弁当っていうのを、昨日ね、先輩が食べてたんですよ。で、めっちゃうまそうやなと思って、今日は僕がミックスフライ弁当を頼んじゃいました。なんで、ちょっと一回見てみましょう。こちらです。じゃん。はい、こちらミックスフライ弁当です。はい、でご飯は、台にしてます。てんこ盛りです。はい、すごい量です。はい。で、こちらね、僕もミックスフライは頼むのは初めてなんですけども、こんな感じでね、エビフライも2本入ってます。何しかね、もう揚げたてなんですよ。一からね、揚げてくれてめちゃめちゃ美味しいです。そして、手作り弁当ジャンボさんといえばやっぱこのね、ソース。まあこういった感じに入ってるんですけど、これ選べるんですよ。とんかつソースとかデミグラスソースとか、タルタルソースとか、まあ6種類ぐらい。
パッと見で6種類ありました。はい、ちょっと今チラシ手元にないんであれなんですけど、こんな感じでね、手作り弁当ね、とんかつ弁当ジャンボって書いてます。もうめちゃめちゃ美味しいです。はい、それでは早速、はい、それでは早速いただいていきましょう。よし、早速タルタルソースをエビフライにちょんちょんちょんとちょんちょんちょんとね、いっぱい入ってるんでね。はい、じゃあいただきます。もう早速キャベツちょっと先食べようか。うん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 。じゃあこのエビフライをいただきます。うお、すごい。いただきます。めっちゃ美味しい。揚げたて、うん、わー、やっぱ揚げたて美味しい。うん、あ、フライものとか揚げ物とかね、大好きな人はね、ぜひこのね、とんかつ弁当をね、ジャンボさんにね、一度買いに行っていただけたらと思います。一回食べたら多分ね、美味しいってなります、絶対。うん、で、僕のおすすめはですけど、とんかつ、とんかつが僕めっちゃ大好きで、ここのとんかつ食ったらね、もう他のとんかつ食われへんっていうぐらいめっちゃめっちゃ美味しい。うん、とんかつ、これ何でしょうね、これ何やろ、これ何かな。これメンチカツですね。うん、多分メンチカツです。うん、美味しい。唐揚げ、唐揚げもやっぱりこうカラッと揚がってますよね、このね。うわ、柔らか。うん、美味しい。柔らか。うん、おいしい。これめっちゃ大きいですね、量が。これ見てください、この大きさ。ジャンボですよ、皆さん。うん、うん、あー、おいしい。食べた食べた。よし、あー、美味しかった。あー、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。お腹もボンってなりました。でもね、まだね、とんかつ弁当だ。あのとんかつが、あととんかつがまた食べたいです。なんでとんかつ弁当を次行った時は必ず買います。とんかつ弁当です。あとね、ご飯の方もね、あの大盛り以外にもなんかメガ盛りっていうか、結構大きい盛りももっとあるんで、もしよかったら皆さん大食いの方、ね、とんかつ弁当でご飯ね、メガ盛りぐらい行ってもてね、頼んでもらったらいいと思います。今日なのだね、あのミックスフライ弁当もいろんなこう唐揚げ食べたいとか、まあ、エビフライ食べたいとかね、そういったそのメンチカツが食べたいとか、いろいろこう欲張りな方はミックスフライ弁当が良いでしょう。で、僕みたいにね、とんかつがめっちゃ好きな人はもう一度そのね、手作りね弁当ジャンボさんのとんかつを食べてみてください。もう一から揚げてるんで、ほんまに食べた時のこの中のこの油というか、こうジュワッときて、でそのパサパサじゃないという、このめっちゃ柔らかくて 甘みがあるんですよ。あれがもう最高です。で、ソースもね、もう選べれるんでね、とんかつソースもあるし、デミグラスソースもあるし、タルタルもあるし、ね、いっぱいあるんでね、おろしポン酢かな、なんか、そんなんもあります。はい。なんでね、
トレーラージャパンの近くにね、手作り弁当ジャンボさんってあるんで、もしよかったらね、皆さん買いに行ってみてください。はい、みやたんのお気に入りのお弁当屋さんです。はい、概要欄の方にね、住所とかテロップは出しておきますんで、またよろしくお願いいたします。はい、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みやたんでした。またね、バイバイ。しょ。